こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは湯豆腐ですね。湯豆腐、と言ってもだしは使ってないですね。ほんまのお湯で湯がいた木綿豆腐を、柚子ポン酢でとネギで食べます。で、卵焼き S か MS より小さいやつですね。 M サイズが4個分かな。だから多分もっと食べると思います。これではとても満足できません。で、もやしとキャベツの野菜炒めですね。白ご飯、一応写してるのはこれだけですけど、多分おそらく必ずもっと食べますね。もっと卵焼いて食べると思います。はい、体重測っていきましょう。昨日はね、下痢をしてパッと体重下がってましたけど、便通が元に戻って、で、その便も出てすっきりした状態で体重 56.3、 今これぐらいが普通なのかもしれませんね。体重 56.3、 体脂肪率 14.9、 基礎代謝 1292、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.3、 体脂肪率 14.9 です。サムネイルはもう一度、湯豆腐 330g の木綿が1丁、 S サイズの卵4個分の卵焼き、もやし 200g とキャベツの外葉の野菜炒め、白ご飯、男茶碗いっぱい。一応今映してるのはこれだけですけど、追加で卵、もしかしたら S サイズですからね、もう4個か6個食べるかもしれません。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。